常年司チャンネルニュースの虎がガオー。はい、始まりました。皆様、この動画面白い、興味深いと思ったらね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。自然エネルギー財団カウントダウンということでね、まあ、他にもね、いくつかカウントダウンしなきゃいけないんですよ。例えば、静岡のね、川勝知事とかもね、まあ、ちょっとカウントダウンしていかなきゃいけないかなと、今回ちょっと関係あるんでね、前振りしときますけれども、なんかね、大林美香さんの件ね、やっぱりこれでは終わんないみたいですね。幕引きを許すなーという声がですね、いろんなところから出てまして、一番ね、このね、追求してるね、急先鋒はですね、国民民主党代表の玉木雄一郎さんね、厳しい調子で、ずっとこの問題取り上げております。でね、これ今日の、おそらく、昨日ですね、昨日の夜の、投稿なんですけれども、X のね、かなり衝撃的な、内容が書いてありました。はい、ちょっとね、これお読みします。今日はまあ、事実陳列罪と取り混ぜながらですね、論評していきたいと思いますのでね、ちょっと引用長いんですけどね、お付き合いください。まずね、玉木さんこんな風におっしゃってます。河野太郎大臣のもとに設置された再エネタスクフォースについては、深刻なガバナンス上の問題があることを指摘せざるを得ません。専門性が乏しいと公の場で指摘されるような人。ね、これはちょっと意味を補うと、専門性が乏しいと公の場で指摘されるような人ってのは、今回辞任した大林美香さんのことです。端的に言うとね。まあ、で、大林さんのような人ね、を選んだ選定プロセスについても問題ですが、と。ね、これだけじゃないと、玉木さんですね。私が深刻な問題だと思うのは、岸田総理に規制改革推進会議の取りまとめを上申する際、法的根拠のない再エネタスクフォースの提言もセットにして上申したことですということなんですね。で、実はこのですね、再エネタスクフォースっていうのは、何の法的根拠もない、まあ任意団体みたいなやつなんですよ。えって思うかもしれないですけど、玉木さんね、この後詳しく説明してるんでね、そこちょっと読みますと、規制改革推進会議は、内閣府設置法第37条2項に基づき設置された政府の審議会ですと。ね、設置根拠はありますと、法的にね。で、その運用ルールも明確に定められていますと。ところがですよね。ところが、ここからポイントです。一方、再エネタスクフォースは、内閣府設置法上、何ら法的根拠がありませんと。ね。それなのに、提言の、その提言が、一国の総理大臣のもとに届くこと自体、看過できない、ガバナンスの問題を露呈していますと。ましてその提言が、外国勢力の影響を受けた可能性があるものなら、なおさらのことですと。今後のためにも、大林美香氏が選ばれた経緯と政策への影響について徹底的に検証すべきです。大林美香氏の辞任をもって幕引きすべき案件ではありませんと、いうことですね。まあ、この後連投してるんですけれども、このですね、政府ね、岸田首相にね、上申された資料をですね、まあ、引用しまして、クリップしましてですね、こんな歪な政府文書見たことありません。参考って何ということなんですよ。このね、参考って書いてあって、その下にね、例のタスクフォースで、大林さんが言ったような話がですね、丸々コピペされてるわけですよ。おかしくねっていうことなんですね。はい、玉木さん曰くですね、なんと規制改革の概要をまとめたポンチ絵にまで、再エネタスクフォースの提言が、括弧参考で出てくる。異常と。いうふうに言ってます。なんでこんなことするんでしょうね。何の法的根拠も、設置根拠もない、ね、意見を、なんでこんなに五章大事にですね、その規制改革会議のね、提言として滑り込ませるのか。なんかおかしいなっていう感じしますよね。で、この件についてですね、さらに続報がございまして、はい、今日はもう事実陳列罪なんでね、はい、これ、夕刊フジが報じてるんですけれども、大林美香さんにですね、この辞任した後ね、インタビューしたというんですね。はい、ヘッドラインこう書いてあります。大林美香氏に夕刊フジが直撃。中国企業ロゴ表示の再エネ資料提出で辞任。財団が半島の安定を助ける国際送電網構想を提唱ということで。みたいな話なんですけど、これちょっとね、長い記事なんですけど、なんかね、2019年の、なんかその、サイトですね。アジアインフラ、投資銀行、AIIB ですよ。AIIB のサイトにですね、2019年なんかレポートが掲載されていて、で、その中にね、こう書いてあったって言うんですよ。ね。アジアスーパーグリッド、略して ASG ですけれども、ASG 構想を見守る日本の自然エネルギー機関の大林美香氏は、中国、ロシア、北朝鮮の接続の可能性が高く、半島の安定を助ける手段にさえなり得る。我々は北朝鮮の経済成長を助ける何らかの手段を見つける必要があり、再エネは不可欠だと語ったと紹介されているということ。何考えてるんですかね、この人ね。ね、何考えてるか聞いてみたいですけどね。はい。で、大林さんにその意図をね、聞いたそうです、夕刊フジ。偉い。ね、そしたらね、なんて帰ってきたかというとね、はっきり覚えてない。記憶が曖昧でと。ちょっと蓮舫さんお願いしていいですか？記憶が曖昧とか言ってますよ、こいつ。みたいな話なんですけど。でね、記憶が曖昧だと、はっきり覚えてないと、ね、した上でですね、こういったと。北朝鮮が不安定な状況というのは、日本を含めた東アジアに大きな影響を与えていると、思うので、再生可能エネルギーによる、電力供給は非常に可能性があると考えているようです。当時の、韓国のムンジェイン大統領は、就任される前から ASG 構想を持たれ、韓国と北朝鮮の雪解けのような状況があった。こうしたことを背景に発言しているように考えますと、いうふうに答えたそうなんですけど、どうなのということでね。で、実際にですね、大林さんがどんな発言をされたかというのはですね、この AIIB のね、レポートあるんです、今、目の前にね。はい、これね、ザ・グリーン・インペラティブか。デベロッピング、インターコネクティッド・ローカーボン・パワー・ネットワークス・イン・エイジア。ということでね。はい。いう、結構長いレポートなんですけど、で、この中にね、該当箇所がね、2つぐらいあります。大林さん出てくる場所ね。で、そこちょっと翻訳したんで、これもそのまま読みたいと思うんですよね。はい。こう書いてあります。韓国のムンジェイン大統領もまた、地域電力統合の強力な推進者であり、ASG、アジアスーパーグリッドですよね。これの支持者である。彼は ASG を再生可能資源、韓国は現在電力の約 2% を再生可能エネルギーで賄っているが、この数字は過去20年間ほとんど変わっていない、閉じを活用し、地域間で結びつきを深めるための手段だと考えている。韓国と中国との、送電網運営会社は、すでに協力協定に署名している。北朝鮮はまだ正式に ASG に参加していないが、ASG の開発を監督している日本の再生可能エネルギー研究所の大林美香所長は、中国、ロシア、北朝鮮の接続は可能性が高く、送電網は半島を安定させる手段になり得ると、半島を安定させる手段にさえなり得ると、考えていると。北朝鮮が経済的に成長するためには、再生可能エネルギーによる電力供給が不可欠ですと彼女は言うということで。ムンジェインさん何言ってんすかあんたみたいな話ですよね。まあ、北朝鮮が経済成長すれば、ああいう敵対行動をやめるかっていうと、多分やめないと思うんですよね。ロシアがだってね、あれだけヨーロッパにね、ガスで儲けさせてもらったのにさ、今こんなことやってるわけでしょ？今北朝鮮にこんな電力を渡すなんて、ありえないと思うんですけど、まあ、そうすることが素晴らしいと、ムンジェインがね、そういう、こと言ってたんですけど、それに大林さんも丸乗りしていたということです。さらにあとね、もう1箇所あります。これもちょっと長いんですけどね、引用しました。はい。アジアには、自然エネルギーに関して未開拓の巨大な可能性があり、地域ネットワークはより多くの容量を開発し、アクセスを向上させ、より強力な経済統合を支援するのに役立つだろう。しかし、地域送電網は一夜にして実現するものではない。ヨーロッパの送電網は半世紀以上前から接続されているが、加盟国間で取引されている電力はまだ10分の1に過ぎない。アジアで最も発展している南アジアと ASEAN の相互接続プロジェクトはそれぞれ20年前から計画されており、現在ようやく多国間取引に向けた第一歩を踏み出したところだ。ASG については、日本が朝鮮半島の他の地域と接続するには、まだ、数年かかるだろう。このプロジェクトはまだ政府の正式なバックアップを受けていない。パリ協定で定められた目標を達成する必要性を考えれば、実現すべきだと、大林は考えているということで。そうだったんですか、大林さん。なるほど。繋いだ方がいいって激推ししてたのね。うん。で、大林さんのセリフ、この後続きます。私は、日本が2050年までに接続されないとは想像できません。日本が排出量の 80% を削減しようとするなら、再生可能エネルギーの 100% を実現していかなければならない。最終的なタイムフレームがどうであれ。はっきりしているのは、アジア域内で、さらなる接続が進む可能性があり、地域送電網が気候変動対策の武器の一つになるということだーということで、お力強いお言葉いただきました。大林さん、ありがとうございます。ごちそうさまです。ということでね、金貨玉状のようにですね、CO2 削減、ね、再生可能エネルギーの割合を増やそうという中で、経済安保が置き去りになったような、そんなちょっとチラッとね、一抹の不安感じたんですけど、大林さんどういうつもりなんですかね、これね。ご本人もこの発言よく覚えてないということなんですが、もうちょっと責任持ってね、ちゃんと覚えててほしかったなと、思うんですけどね、残念だなと、いうふうに思います。で、これに関連してですね、元朝日新聞の峯村健司さんね、今キャノングローバル戦略研究所の主任研究員やられてますけれども、ツイッターでね、こんなことをおっしゃってます。峯村法第1弾ということでね、日本ではロゴ問題と賠償化されていますますが、経済安全保障に直結する根本的な問題なのですと。まあ、この小林さんの問題ね。はい。で、問題となったのは、中国の国営電力会社、国家電網公使、とはですね、どのような会社か、その戦略目的とは、本質的な問題に迫りましたということで、これもね、夕刊フジに実は、峰村さんのですね、今週のレポートが出てます。結構長いんですけど、ちょっとね、一部ね、抜粋してお届けしたいなと思うんですが、フィリピンで、あ、これちなみにタイトルね、フィリピンの戦令警戒、中国が電力支配、40% 株式保有、送電止める危険、米軍基地抱える日本も脅威、再エネに中国の影第5弾ということでね。で、この中でね、40% 株保有、送電止める危険というね、込み出しついたところの文章ね、ちょこっとだけ読みますけれども、国家電網公使がですね、積極的に進出してきたのがフィリピンなんだそうです。はい。で、親中政策を取ってきた、アロヨ政権時代に、フィリピンの国家、送電会社、NGCP って言うんですけれども、ここになんと 40% 出資と。で、2009年から全国の発電所から、配電設備までの送電を、受託したと。ところが2019年11月、議員向けの内部報告書で、フィリピンの電力網が中国政府の完全な支配下に置かれており、我が国の電力網に混乱を引き起こす能力を持っていると警告されたことでですね、まあ、この問題発覚したと。いうことで、今フィリピンちょっとチャイナとね、南沙諸島でね、ちょっと小競り合いやってますけれども、まあ、こういうの使われちゃう可能性あるんですよね。はい。で、NGCP を監督する送電公社の責任者が、議会の証言で、フィリピン人技術者が施設への立ち入りを制限されており、中国によって送電を止めることができる可能性があるということを認めたと。いうこと、これやばいですよね。で、さらにですね、このね、米軍基地なんかにも、この電力を供給してたりするんですよね。はい。なので、非常にこれ、深刻な問題でね、峰村さん曰く、単なる事務的なミスで片付けるべきではないと、いうふうにおっしゃってます。私も、これ賛成ですよね。で、こういうふうにね、なんだかよくわかんないけど、結論的にこれ、チャイナにプラスにならないみたいな不思議な出来事っていっぱい起こるんですよね。なんかよくわかんないですけどね。まあ、安倍四郎みたいなもんですかね。ね、ダンプ松本さんがね、こうガーってこうね、カバー入ると、カウント早いみたいなね。ね、で、ライオンですアスカさんが言ってもこう、遅いみたいな。なんかちょっと安倍四郎的なものがね、まあ僕もね、日曜日ジョネ四郎とかやってますけど、安倍四郎的なものはなんかちょっと、世の中増えてんじゃないかなと嫌ななんか感じがしてきたんですよね。で、そんな中ね、今日ね、JR、東海がですね、JR 東海2027年のリニア開業断念、静岡着工めど立たずということで、これ日経新聞の記事ですけどね。はい。中央リニアのですね、まあ、開業ですよね。最短で2027年としていた開業目標を断念する方針を明らかにしたと。で、トンネル掘削による川の水量減などを、懸念する静岡県がですね、県内工区の、工事に反対していると。着工の目処が立たず、早期開業は困難と判断したということで、もうこれ今ネット上でね、川勝知事に対するね、批判がもう、ね、非難豪々と、いう感じで、静岡民もうちょっと考えてくれみたいなね、まあことになってますけど、まあこれもね、チャイナが今一生懸命リニアやってますよね。で、まあこういう形で、まああえて妨害って言いますけど、妨害受けるとですね、チャイナの方がなんか先に営業運転しちゃいそうななんか気がしますよね。安倍四郎安倍四郎なんかカウントなんかちょっとおかしくないスピードみたいな。なんかちょっと感じるんですけどね。大丈夫なんですかね。で、この間ね、なんか下北半島のね、まあ、いろんなこう戦略上重要な土地にね、チャイナの資本入ってるっていうことでね、話題になりましたし。あと、イミジクもね、この間高市さんがね、まあ、そういう、土地の、まあ、その、規制ですよね。そういう、まあ、安全保障重大な土地の規制についてもうちょっと積極的にやるべきだといったね、趣旨のね、発言もありましたけれども、まあ、こういう形でですね、民間を装って入ってくる。ね、それが地方から入ってくるってのは、基本的にこれ、サイレントインベージョンの基本なんですよね。基本的に基本ってちょっと変ですけど、基本中の基本ね。サイレントインベージョンの基本中の基本は、民間企業を装い、なおかつですね、政府の監視の目がちょっと行き届きにくいね、地方からこう、入ってくるんですよ。なんで本当にね、これ気をつけなきゃいけない。フィリピンの例もそうですよね。民間企業を装って、まあでも国家電網公使ですからもう国ですよ。で、これが、そのまあ、フィリピンのね、電力会社、まあその、電力公社の下にある、まあその、あれですね、民間電力配電会社のかな。まあここを買うみたいな。まあこういうようなことをまあやると。ね。で、日本でももしですよ、まあその地方からなんか入ってるんだとしたら、これちょっと有識問題ですよね。で、まあ実際にね、下北半島なんかちょっと、あそこ重要なんですよ。潜水艦を監視したりとかいろいろする場所があるのでね。はい。で、そこになんかどうも入り込んでると、いうようなですね、ニュースも出てますので、まあやっぱりね、私ね、民法をもう一回改正した方がいいんじゃないかと思うんですよね。例えばですけど、こういう土地の収容問題についてももう国家プロジェクト法みたいなやっぱ特別法でさ、リニアはやっぱやんなきゃダメでしょ。水がなんとかなんてイチャモンだからね、はっきり言ってね。もうこれもそうだし、あと下北半島とかで重要な土地ね、買ったって人は、買ったはいいけど使えねえよ、みたいな感じでね。はい、もう永久地上権をもう国の方でゲットしますみたいなのとか、ちょっとやらないとですね、なんかやっぱちょっと平和ボケそこまずいかなと。民法改正ですね。民法でやっぱ権利強すぎるんですよ。持ってる人のね。はい。なんで、ちょっとその辺をですね、所有権のね、権利の強さって異常なんで、もうちょっと、国のね、はい、安全保障に関するものについては、ちょっとそれ諦めてくださいというようなことも必要かなというふうに思いました。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方ね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方をお願いします。最後にね、私のことを特に応援したいという方、Thanks ボタンとね、あと私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方にね、お越しいただけると大変嬉しいです。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー。